はい。土曜のお昼十二時、皆様。何うさがってますか。えー、楽え、大学始まりました。えー、っとですね、三寒四温と言いますけど。最近、なん、なんて言ったらいいんでしょうかね。ええー。 昨日まで結構寒かった、今日朝寒かったんですけどね。昼頃急に暑くなってきて、ちょっと僕汗かいちゃったんですけど、皆さんどうですか。トラブル発生。トラブル発生ですか。あ、えっとですね、僕、紹介遅れてました。ラジオのパーソナリティの北西ひろです。よろしくお願いします。パチパチパチ。パチパチ。そして。 相方、相棒の相棒でいいですね、きょうは相棒になりましたよ、今日は相棒の三津く君です、三つ田みちゃんです、すみません、指導の元との、今、ちょっとね、トラブル発生で、声がね、聞こえてないんですよ。ああの 山苗のようにこだましてるんですけどす皆さん、どう聞こえてますかね、今ちょっと技術的トラブルなんですけど大丈夫です、すあと今日素敵なまたまたゲストが来ておりましてユーストリームではここにドラミちゃんが映ってるんですけど <laughs> まさしくドラミちゃんのようなこうこう黄色いこうオーラが出てるみたいな感じ、黄色いオーラでいいんですが僕、見えないんですけどどうぞ、紹介を。 くださいはーいえっ、ー、とですね昨日の夕方、えー、千葉から飛行機三時間乗ってま、はい,、はいえー、舞い降りました、はいえー、マッキーですよろしくお願いしますマッキーさんどうもよろしくお願いしますパチ,パチパチパチということでえっ、ー、と三月というとですねはい、はい、卒業シーズンということでそうですそうです僕ちょっとチューブとかこう回ってた時にですね。 あの多分高校生かな、うん、自転車で男同士が45 <laughs> 人とかそういう団体がです <laughs> ツーリングみたいな感じであ<ー>あの卒業旅行してるんですかねななんか<ー>なんか素敵じゃないですか学生じゃなて学生っていうか学<生>多分見た目、僕高校生に見えたんですけど多分卒業した。あ 高校卒業してちょっと就職までの間になんか記念になるみたいな感じ、うんそうか。高校生はもう卒業生。はい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 、はいそう。そうですね。そういうのでなんか素敵だなと思って、なんかプチスタンドバイミーに見えません？<laughs> なんか <laughs> ちょっと違います？ごめんなさいわかんないです、ね。わかんない？わかりますわかります。わかりますそういうなんか冒険っていうかこのあの内地に旅立つ前とか大学とか就職する前のこの空き時間っていうかにうん、うん、なんか。 記念に残るような、なんか、なんか、旅してみようぜ、みたいな感じの、僕、見やりましたたけ。やってないんですよ、僕。なんか、卒業旅行みたいなのやられましたそんな発想自体がなかった。あ、なかったですか旅行とか。ああ、遊び回ってました。行かないですかねなんでもいいです。あの、みんなでカラオケ行ったとか、ボウリング行ったとか。 そ,そんなんんなででもいいんですけど行きますよ、行きますよ、うん、それはね、高校生活ずっとそのままから、<laughs> 毎日ツーリング。<laughs> その延長で、休みが多かったみたいな、ね、<laughs> あそうですか、<laughs> あな,るなるほど、なるほど、なんかもう、今思い起こせば、二十何年前のみたいな感じの部分 <laughs> あ,あ,あるんですね、特別にそういう、卒業旅行とか,か、なんかいいなと思って、ああ今あるある、みんな、<れ>うん、今、行きますよ。 だからすごい私も今、千葉でディズニーランドまで電車で15分ぐらいのところに住んでるんですごい,すごい混んでいる、今。 あそこですか、食らいつく。そでね、近いじゃなくて、その今ね、はい、卒業旅行のお話ですごいいっぱい来てます。うん、いっぱい来てる。<ー>もうすごい、すごい、びっくりするぐらい。だからもう、この時期はもう学生さんにディズニーランドを預けて、私はもう、もうあんま行かないにしてるんですけ、ね、あすっごい、もう90分待ちとかになっちゃうの、乗り物が。うんうん もう九十分待ってる間の今の子たちもそうなん、卒業の時にはそういう卒業旅行もするし、あと僕びっくりしたのがうち息子二人いるんですけど、卒業したらその夜は卒業パーティーみたいな感じで、えあるんですか？僕のところシャンシャンカじゃなくてシャンシャンカシャンカえ取りましたよね？シャンカって何ですか？ 謝恩会何ですか謝恩会って。謝恩会って卒業式終わった後によくアメリカなんかでもこうボールルームって言って、あの<ー>男の子と女の子がちょっとおしゃれして、<ー>ちょっとこうダンスしたり。そ,うそ,うそうあ唯一謝恩会の時は、学校の先生たちが出し物するんですよ。お世話になったねって。 <あ>へえ<ー>。たそれはアメリカの話、違う<れ>話。これ、マッキーさんの世代の時、それありましたあった、あった。えー、僕の時なかったんですよ。ホテルでやるの、しかもホテルで。えー あ、ほ本当ですかだから今の子たちおしゃれと思ったんですとかじゃないですよあのー何会が飲み会ですねこれ、これ、ここラジオでカップしてる飲み会でコーラとかですねそうそうそう元気の出るお水ですよねコーラでね、元気になる人もいっぱいいましたけどあ、そういう感じで飲み会ってタイトルがおかしいでしょあ、そういう卒業パーティーみたいなありましたよ 本当ですか、えー、え僕たちのところ石川県なんですけどちょっとそういうの記憶にないので、うん、今の子たちおしゃれだななんて思って見てたんですけど、はい、変にアメリカンナイズされてるのかなみたいな感じであったんだすごい楽しみだった。えー、うん、うん 先生たちがものまねしたりとか変装するのがまた面白い普段だって体育の先生とかって大抵なんかこうあのワちとか持ってね普段はもうなんかシュワちゃんみたいなすっごいもう怖いのになんかそういう人がなんかピンクのかつらとかして松田聖子ちゃんとか歌ってくれたわけですよ松田聖子ちゃんっていうのがそういう時代が昭和の昭和の香りムンムンいはいはい もう大爆笑本当にもう爆笑爆笑<ー>すごい楽しかった楽しかった、えー、で最後ダンスとかしたりして、えー、ダンスも、うん、あおしゃれです、ね、フォークダンス,あダンスアメリカっぽいですね本当に、ね、そうだからそこでこう告白するとかいうのもあったんですあ本当ですか もう第一ボタンとかもらえなかったことかがもう謝恩会の時に告白タイムいいですね、僕、第二ボタンなんかいつでも外れるようにしてやったのに誰も取りに来なかったみたいな感じのだからそのまま家帰るのは恥ずかしいから外して家帰りましたから高校の時って学生服なんですか僕学生服でしたの あ、そうだ学生服だ。はいはいすみません。<あ><笑><笑>着てなかっただけですね。え着てない。<laughs> いや、あて普段から普通にジャンパー着て行ってましたパー学生服着て学校行ったことないですけど、作業服っていうか、実習服みたいな感じで、スタジアムみたいなの。公業高校でしたよね、その制服っていうか、作業服みたいな感じので行かれてたんですか、そうですね、実習があるときですよ、だから。それで通学してたとかじゃなくて、全く別件バーガーで。実習がないは… 黒いズボンに黒いズボンに白いシャツ。<laughs> えあ要は上に額ランはあは折らなかったみたいな。あれはね、うんうん、ありましたけど何かの式典のために式典。 まあ来た覚えがないんですかああ、なるほど。そうなんだ。今、プレゼン今厳しいみたいですね。今厳しいんですよ。制服も変わってかっこよくなってますよね、工業の。ああ、そうかもしれない。僕、次男坊、沖縄工業行ってた。あ、そうなんだ。後輩じゃないですか。はい、後輩ですよ。別にさの後輩です。 最近フェイスブックでもねあのミソさんの後輩ですって言って友達になってきた子がいたんだけどその子女の子なんですよあらら女の子いるんだ女の子います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 工業でもそうあの歴史上この沖縄あ工業でバレしちゃったよ歴史上一人も女の子がいなかったのが僕の年だけなんですよゼロですかゼロですかえそんなことゼロです一つ下にはうん 一人いましたね。え一人。で二つ下にはこれもうあの女性が行くような家がなかったんです。でも一つ下には建築家、建築家に女の子が一人いて、その下下には二人。 女の子が来てましたから3年の時には全校生徒で女の子3名ですね、うんうん、これもう絶滅危惧種の上の一つ上の先輩のが学年にはいるんですよ、女の子それインテリア科っていうのがあったんですはい。インテリア科デザイン科っていうのがあってそういうところにやっぱ女の子がイてないからでもうちの学年からなくなったんです隣の工業に持っていかれちゃったああんで女子ゼロ ゼロ本当。とうちの学年だけゼロサッカー部のマネージャーとか女子とかってそういうなんか青春ドラマ風じゃ全校生徒三名のうちね二人サッカー部のマネージャーですすごいじゃないですかすごい獲得率やっぱりあのゴール決めた後なんかしんないけどベンチ見てこうどうだみたいな感じでイエーみたいなそれはなかったですねなかったですかそれ今一応リップサービスで言っといた方が聞いてるかもしれないありましたよ そうですかそうみんなが、ね、だからあの普通校の,の学校に練習試合とか行くと、うんうん、シュート決めた後になんに歓声が上がるじゃないですかはい、はい、すげえと思って歓声上がってると思ったらブーイングでしたね<ー> <laughs> <laughs> 敵地でした、そこは。<laughs> はいあ 実は少なからず僕もそういう経験があります。あやっぱ一応剣道やってたんでやっぱり一応剣道やってたんですよ。れ全然弱いんですけどやっぱ面とかコテとかバカーンって取られるとやっぱ女子の多い高校とかわーとかって拍手されるんですよねなんかすごい屈辱でですね俺やられてたんだけどみたいな感じで応援するそういう男ばっかだったんです僕の部活も。 なるだからキャーとかいうそううい黄色い声援っていうのが夢、夢思ってなかったのにやっぱ、なんかちょっとへこんで余計さらにへこんで帰るんだもう2本取られてもう退場みたいな感じのそういうのがあったんでやっぱそうなん今だって高校の普通に野球部とかサッカー部を応援するためにちゃんと高校の中にチア部 そんなあるのあるんですかおりますよそれでいいなぁだんだんアメリカンナイズですねそうよ私も今教室に通ってい高校生の子もチアリーダーやってるからはい、はい、もうポンポンとか持ってこんなミニスカート履いてポンポンって何ポンポンのことですよねポン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 持ってあれのなんかこれから先生練習なんだみたいな感じで何部のって言ったらサッカー部とかサッカー部の応援に応援の練習ってことですかそうなんかアクロバット的ななんかバーンと、えー

でもでも女子なきゃそうなっちゃうね。しょうがないね。こればっかりはえなんかこう助走してくれるとがいなかった。人もいわ。いらんわ。それもなかったですね。でもそんだけ男子が多いとちょっとこう出てこないよね。出てこちょっとこうなんかこう男の子好きみたいな。わかんないです。これ時代が時代だけに、時代が時代的に出なかったから。そう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 。 ちょっと今男男してる学校でしたから、もう,はい、もう大変ですよ、あの朝礼とか何、何か始まると、誰か歌い出すっていう、うん、<laughs> ちょっと、それはどういう朝礼なんですか それの前に歌いますみたいなそういうノリのの一応プログラムって決まってるじゃないですかあれ無視して来る人もいますからねああなんかもうなんか狙ってますみたいな好あらばみたいな好きあらば歌ってますねうちの高校こう男気あふれる高校だったんですね当時は男気っていうんですかねでも今そういうチアリーダーとか 普通にやあるにここ野球部だけじゃなく、まあ、高校とか、ね、高校野球とかはよくあるんです甲子園とかあるじゃないですか、うんうん、だからそのブラスバンド部と応援団のほかにちゃんとチア部っていうのがあって部,部活なんですねそれも部<活>応援部応援部でなんか今年はもうなんかユニフォームがピンクだったって,ってなんか私の顔にはピンクが似合わないからとか思っ言いながら。はい やっぱこんの方がしまって見えるとか、はあはあ、もう女子同士で、もそんななんか話してますよ。でも,も、応援団自体もそういうふうに、なんか。うん こう、なんか、女子的になってきたんです。僕たちの応援団って聞くと、なんか。あの、長男の。そう、応援団みたいな。応援団ってあるんですか、今。今、大学とかなら、よく見かけるんですけどね。この、旗は絶対、倒すな、みたいな感じの。グリ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 。そうそうそう。で、しかも、角度も決まってるんですよね。あれ、倒していい角度。へそこから、もう倒していけないから、って言って、こう、腹筋とかをするんですよね。なんか、物質とかで。すごい、なんか、こういう、応援団のイメージから、今、こんな。 なんか明るい、華や,華やかないいですねそっちの方が絶対いいですよねあの生まれるのが早すぎて、うん、超早すぎましたよね <laughs> 20年ぐらい早い20年ですか20年っていうとまたあれなんですね,ね俺もうもう3年ぐらい早い <laughs> でも <laughs> マッキーさん,だんだその、チアリーダーのつながりじゃないですけど、うん、なんか踊りやられてたっていうのを聞いたんですけど、2年ぐらいずーっとフラを本格的に。はい、フフララですよフラじゃないですよ。 あここはここはわわ,わ,わかるところでここはあ <laughs> さすがにもう一人にされちゃいましたね <laughs> 親父ギャグはここでは通用しない今かギャグ言いましたは、ね、<laughs> いすみませんこれはそのまま流してもらってすみません良かったですね <laughs> 今日はもう,うもうあのハワイあのハワイの、うん、あのフラですフラそうですそうすそれをこう十年ぐらい今ちょっとお休みしちゃってるんですけど、うんうん、なのでハワイで、ね、の現地の大会とかも 出たりとか日本ではしょっちゅうしょっちゅうほんにいろんなちっちゃなものからもう本当地域の祭りから全国であれねんかフラはやってるんですね沖縄でもなんか流行ってますよありますよねそう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 すごいんです今日本のフラダンサーとかフラ人口は多分ハワイの人も多いじゃないかなすごい今日うん

ね、あのー、下に、あのー、なんか、星見のみたいなのがあって、想像、あれ、タヒチアンなんですよ。あ、あ、そう、あるの、あるの、あります。あります。はい。きっちり、武田久美子とかかと思いましたけど。ここ、わかる、わか,かる、わかる、わかる、わかんない。<laughs> 昭和の方なら、わかると思すけど。武田久美子ですよ。はい、武田 たかたけ久美子は知ってますが、なんで貝殻と武田久美子。のあ写真集です。貝殻見づなんですよ。あごめんなさいもう芸能界恩知なんですすごい三点貝殻。はい。だから一二三。あその写真集がもうはもうインパクトありましたね若かりし頃の。ですえ興味ないですね貝なんかつけやがってみたいなね。すみません話が脱線してます。ああれはタシチの。 そうなんですよ。あれはタヒチアンなので、基本フラは、あの、上がこう、なんだろう、こう、裸にっていうか。そういう感じではなく、てただカヒコっていう古典フラ。あの古典のフラと、あとアウアナって言って、こうドレスを着て、踊る。ムームーみたいな。感じのそうです、そうです、あれはもうアうわなっていう、もう現代フラ。あ。 現代,現代フラだからうもうあの本当に昔はフラって言ったらみんなもう本当裸足だったんですけど今の現代フラなんかだと。うん 本当にあのハワイで一番大きいフラのあの祭典とかもあるんですけど、そういう時でもこうヒールを履いて、ヒール履いてそうなの。残念それは裸足でしょう、素足でしょう。フラといえ、もうねいろいろだからフラもこうスタイル流儀が変わって変わってきて、それ沖縄でも民謡とかもそうです。古典民謡とかもあれば最近の新しい民歌っていうのも分かれてるし、フラでもやっぱそういう流れってあるんですか？で、あ わかりやすいですね。沖縄のね、古典なのが古典は古典で、古典はもう本当に裸足で多分フラであれば、もうフラいう伝統、伝統、堅くなに守り続けるみたいな。だからちゃんとこう一つ一つ全部あの歌詞とその意味がちゃんと決まっているので、だから例えばそのハワイ語で海って言ったら海なんですね。だから海のちゃんとこう。 手話みたいにしなきゃいけないのに「かい,い,、はい、い」ってあの歌が言ってるのに違う振り付けとかをしちゃうと、はい、やっぱりああ<ー>分かってないのかなっていうふうになっちゃうから<あ>やっぱりちゃんと勉強した方がいい。マッキーさんそれもうすぐ分かるくらい大体大体もう。 曲聴いてそうするとそれが今もうお月様の歌なのかご当地ソングなのか愛の歌なのかとかはハワイ語ですよねハワイ語ですハワイ語ですハワイ語と英語は違うの全然違う違うんか僕知ってんのロコモコでしたっけロコモコ美味しいよねおいしそこなもうそこぐらいしかよくわかんないんででもロコっていうのはあれはローカル あの地元ので地元だから皆さん知ってるハワイ自体も、うんはい、あれ本当はハワイじゃなくてハワイって言ってワイっていうのが水っていう意味なんですよイ、うん、ワイって。だからワイキキっていうのも英語とかじゃなくてあれハワイ語で水がワイ水がキキあのこう噴き出すところでワイキキっていうふうに名前だから全部ネーミングハワイの通りとかああいう町もちゃんとこう。はいはいはい ハワイ語に全部なってるのでそういうのをなんか勉強してというかちょっと知りながらまたハワイとかに行くとああだからこの土地にこういう名前がついてるんだとかすすごいい楽しいですよ<ー>、うん、ハワイ語はこれどこで教わったんですかこの踊りなががらですかやっぱ先生がもうそういうい そうですそうです地元ちゃんともうハワイ語で教えてくれるのとうん、うん、あとはねちょっとハワイで少し向こう住んでて勉強してたのでどれくらい住まわれてたんですか結構 <laughs> ええー、三年うわもうもうバリバリのあれじゃないですかハワイって言ってもハワイ島もあればあの、はい、もう本当にオアフト,アフト一番みんなが行くところ、ねはいはい、あオアフトが一番大きいんでしたっけ大きいの沖はハワイ島あのビッグアイランドって言って風もいっぱいあるところキラウエアとか これも面白いのが島々、うん、で全然個性が違うって聞いたんですけど沖縄とすごく風土、はい、とか,なんか考え方とか情の持ち方とか、うん、すごくあのなんか心通うところがだからフラー踊ってる時も、うん、いつもハワイの曲だけじゃなくって、うんうん、沖縄の曲もすごいたくさん習ったんですよ。うん <laughs> 沖縄の曲でフラを踊るあこれ初めて聞きました沖縄の曲っては民謡ってこと民謡だったりとかあとはもうあの今ど忘れちゃったなんか普通にあのあれです最近の最近もありますあの AU のあの最新のはいあれなんかも今もうフラのスタジオで結構踊ってる人たち結構いますよボン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 結構ハワイもどちらかというと沖縄に似てチャンプルーナ何でもこう受け入れるそうです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 。 そういうところありますよそういう気質が似てるんですかねだからうち南中とかもよくハワイにいっぱいいたりとかあそうなんですね日系の方っていうか日系の方って言っても大体沖縄の人が多いって聞いたんですけどそうなんですだから奥が深いんですよだからもうさっきどうですかフラやりませんかってお勧めしたんです北西さんフラをやるのマキマキでも男のフラってなんか力強いなんか ふナふラじゃないんですけど、うん、こんなんしかないのかなと思ったら実は優しい踊りもあ,るみたいであります。ありす。ごいセクシーですよだから。ああ<ー>。フラフラやったらなんかあるんですか？高能とか。あ。高能？高高能？あ、その話もそうです。<laughs> うん、だからフラダンスは絶対にこう上半身を動かしてはいけなくって、振り子のように本当に下半身だけで,で常にこうスクワットの状態で。本当 <laughs> ですよだからもう一時間とかも大会用の練習なんてすると T シャツしゅ 絞れるぐらい。ここびっしょり。そうなんですね。すごい。興味ありますね。もう見ると聞くとやる。え、見ると聞くとやる。全然違くて。はいはいはい。だから、そこの間、あの身体検査じゃない、あの。病院で。全部健康診断行ったら、私柔軟性と。骨密度と。 それから腰回りの柔らかさとかは20代なんですまだ、うんうん、皆さん聞きました。<ー>今もまだ20代なんです、ね。気持ち悪いですね。背 <laughs> ちゃんカットしてないんで全然そういう風にやるみたいな。<laughs> <laughs> ちょっと世代的には。 どうもなのよセイコちゃんカットっていうのはだから <laughs> いや僕たちの世代でこう20代っていうと大体セイコちゃんカットされてたじゃないですかはいはいはい、はいね、見なかったですかえもごめんなさい見てないです、ね、<laughs> 見てないですか <laughs> もうサッカー一つする20代って10代か僕たちが

でもマッキーさんあのピンクレディーの振り付けはもうバリバリ踊れる世代あ、できますよ、できますよそうねこの年代って失礼だねなこの年代というかどういう世代って言った方がいいですかねまだ二十代、そう二十代でピンクレディで踊れるのはすごいですよですよね、はいはいこういう話が飛び飛びになったんで一回ここで CM 入れていいですかねはい CM 入ります眩しいここえ、閉める目が開けきれないんだけどなんか疲れ やっぱりパソコンにやってたから。かんあ、来てます？なんか。いやいつもそこ見ないからねラジオでやるとき。ではも,もういないんですよ。あ、初見ですって来てますよ。初見です。これはいいな,んで <laughs> な,なんて言うんですかねこれ。あ、二人。 あ,あ、なんかもう来るんですか。か見てて。たかパカだ。<わ>なんて読むの？これ言えない言えない。えー、<laughs> 何それ？<laughs> 秒はい10分前。いやいやこれ言わなくて。 はい、後半始まりました。あ、コメントも来てますけど、初見です。ありがとうございます。ガンガンあのコメントお願いしますね。ということで、あ聖子ちゃんカットはもう置いといてみたいな感じですかね。聖子ちゃんカットでもしてましたね。してました。してました。中学やっぱ聖子ちゃんなの？え、誰なのじゃ。いや、中森明菜さんとか、京極真ですね。僕は言いましやっぱりや みっちゃんさんはきょんきょんですね。きょんきょんですね。あの、ああ、わかります。なんかそんな感じします。でもそれあれだよ。俺はほんともともと興味なくて、その時ね、みんながね、聖子ちゃんと中森明菜はに分かるって、どっちでもいいわけ、興味ないです。芸能界って興味ないわけ、俺。生のその、大平高校のお姉ちゃんが好きだった。ああ、そういうバッテーで見る、見かける、もう生の、ああ、現実を生きてた。 もう、現実、現実、ね、超現実的。ときめいてたんですね。 もうドキドキ。あ、ドキドキ名っていうそのためにバス通学に変えましたから。そうですか。そうですよ。バイク通学だったのが、あ、バイク通学したいけど。もう時効ですんで大丈夫ですね。あ、それでバス通学をして。なるなに何ちゃんですか。なに何ちゃ。何何高校。ないで全然違うところの高校の。でもセーラー唯一のセーラー服ですね。その当時。でそのその好きだった子が、だから聖子ちゃんヘアかこう中森明菜のヘア全く関係ない。ショートカット？

なんか後は後だんだん可愛くなっていったよねそういう。うんうん。可愛い可愛いなことにははは。可愛いあります俺俺が好きになったから可愛くなっちゃったよ。これだ。出た。否定はしませんここで敢えて。でも私実はセイコちゃんでもなくてあのアキナちゃんでもなくて私可愛い女の子が大好きだったんですはい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 。いましたねいましたねキャプテンが。やればね。 すっごい歌もまたなんか当時って芸能界のなんかこう水泳大会とかもやってたあありましたねどんどんどんパフパフで河合直子ちゃんおっぱい大きいし運動神経がこんなこと言ったら河合直子さんのファンの皆さんごめんなさいあんまり運動神経がいい感じに見えないんだけどまた一生懸命やってる感じがすっごい可愛くてでもうプールに突き落とされて髪がぐしゃぐしゃになってももうこうやって。 ラブレターと頑張って歌うわけですよ <laughs> でも聖子ちゃんと中森明菜は,はい、はい、あ中森明菜さんは絶対出ませんでしたよねそういう水泳大会とか聖子ちゃんは絶対濡れないんです,うなんですもう絶対多分事務所的にブーブーだった<ー>もう絶対水かからない。えー <laughs> だかなんだこいつ、もうちょっと崩れちゃうから女性から見てもそういうのを見てて河合直子さんはやっぱ女性から見ても一生懸命感があってすごい好きだったんですよ、すごいなんか純粋ですごい好きでだから、もう本当に新しい CD、CD じゃないね、レコードさんででも女すよね男性っていうか、アイドルでは男性。 とかはいなかったんですか私の男性だえあの誰が好きですかアイドルが好きって言われて女の人が女の人好きだったってトシちゃんとかマッチとかトシちゃんかマッチかって言ったらあでもどどっちもそんなに好きじゃなかったかもしれないでも渋垣隊の時は渋垣隊わかります渋垣隊わかりますよ約もくん渋垣隊まではわかりますよその時はもっくんだった でもすぐ飽きちゃった。かっこよすぎて、お顔がすぐ飽きちゃった。で、それからは、もう高校生ぐらいからは、私はもうちょっと福山君一筋だったんですけど、ずっとですか、浮気もせずに、そんんな昔からいたですね福山さん、あれ一つ屋根の下が大学生ぐらいでしたっけ、私たちが。 あったよねそんなドラマねあったすごい,すごいドラマすごい人気にな,、ねなね、って、ね、なんちゃんでそう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 ,そう,そう<ー>ありましたありましただからもう大学生なのかそれぐらいの頃からはもう福山君福山君ってうん、うん、もう年もそんなに変わらないあれ同い年かな、うん、だから福山さんは確か年近いです上,上じゃない

おー渋いねー大好きだったんですよあー夕日が丘の総理内容で小学校から見ててもわこの人すごいっていうのもポテトチップス食いまくってましたうわーでもすごいそうだかわいいかわいいかわいいいやっていうかうん 富士田亮さんは本物だもん。あ、本物なの。何なんか今まで話したんでアイドルじゃん。ああああ。作られたアイドルじゃん。富アイドルじゃなくて本物。本物なんですか。作られた商品じゃない。商品じゃない。あもうはい。だからもうサイブレイクした時の愛が生まれた日出てきた嬉しくて嬉しくてもう CD まで買いましたあれは何でしたっけあの谷あれ誰とデュエットしたんでしたっけ。あデュエットした名前の男忘れちゃった。あれ違うなんかちょっ

宇宙に行っちゃってまます宇宙に行っっちゃていや、みゆわは可愛いよね可愛いですね、ここ、合いましたね、唯一、唯一合いましたね、いつも、でこぼこコンビで撮ってるんですけど、ここだけ意見が合いました、初めて、藤谷美和子であったっていうのは。でも、すごい素敵です、可愛いです、女性から見ても、可愛いらしい、素敵だなと思う。 そうなんですか。あの坂口涼子さんも素敵ですよね。はい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 。綺麗ですね。坂口涼子さんは池中健太、はいキロ、二十キロの時のそうですそうですそうです。本物ですね。本物です。やっぱどうしてもあの世代が近いくなるとそういう話になっちゃいますね。なります。ここであのマッキーさんですね。実はあのヨガのヨがヨなら。 あの結構バブリーでもブイブイ言わせてた口っていうことで世代一緒世代一緒ない僕あんまりブイブイ言ってないんですよあの地味な会社にいたんで給料は本当にボンボン上がっていくっていうのはわすごいと思ったんですけどよくテレビのチャンネルひねると東京なんかもこれ日本海っていうくらいすごかったすごかったいあっちってすごいな知らなかったんです知らなかったんですかバブルとかうん はーと上あってたなこんんもだと思っ今だと懐かしい響きのボーナスってやつですかその後に税金の払い下げとかがあった時にボーナスぐらいのお金もらってたっていうのがあったんですよそんだけ日本が狂ってたっていうか狂ってたっていうか僕の中ではちょっと普通じゃないなとは思いつつも入った時からそうだったでしょ そうですねだから入った時はそうだからそれが普通と思ってたけど、逆に減っていったからなんで減るんだよと思って減らしやがって同じことしてるのなんで減っちゃうのでバブルだったっていうの知らなかったいやもうすごかったですよすごかったですもう私そうそう東京ってすごくすごかったですかやっぱ話を聞くとね東京の話聞かしてもらいたいなっていうのがあって現座の不労者なんかとっても金持ちだったみたいですよ金持ち本当にもうだからもう だからその当時でも三30代とかの方たちはやっぱ大人の街だからもう銀座とか麻布とかあっち側で私はここはだからあれですよまあ最初渋谷渋谷のちょっとおしゃれなバー。 で、もうね、いっぱい何千もするような、よくわけのわかんない、飲んでも私にとってはお水みたいなカクテルをちょっとこう飲んで、あみたいな、ワンレン、ワンレンってわかりますか髪の毛。ワンレンボディコンそうトうマッキーさん、それバリバリやってたんですかバリバリ、もうこの辺まで髪の毛で、もう朝のうです似合いそうです。で、ちょっとこうすると、もうその辺から、なんか。 この後どうってなって、今もうそのままディスコですよ。あ、ディスコ。デスコですよね。それでやっぱ当時はデスコって言わないとやっぱり始まんなくて。デスコ行ってもお立ち台に乗って、お立ち台みだったんですかもう行ったら必ずお立ち台ですね。見学に行きました、一回だけ、六本木の。本当ですかああ、すごいですね。じゃンャーキングクイーンとかも、本当にもう、もう行きまくりましたね。もうレンちゃんもまだから、もう土日はもう毎週毎週。 オールで、オールで朝方 <laughs>、はい、もうもう全部化粧取れた顔で、もう疲れ果てて帰ってくるみたいな、はい、あでもそれ毎週、毎週それくらい元気があった。 って言った方がいいですかね。日本が。週末にパーッとお金を使うためにはい、はい、もう頑張って働く。ははは。そういう時代ですね。だか,うううののだから毎週ほらもう絶対に同じ服を着てきたくないわけです。はい、<laughs> もう黒柳徹子さんみたいですね。<laughs> ちょっとは違います。大体もうこう。 ね、常連っていうのが決まってくるじゃないですか、もうどこのお店も。うん、でこう、お立ち台とかに乗ると、はいはい、もうね、争奪戦になるわけです、もうお立ち台の、そしたら絶対にもう同じ服とか着ていくと、はい、もうなんかね、もうプライドで許さないわけです <laughs> 本当に毎週シャーリングの効いたボディコン着てくくんですけど色を変える。なるほどねそのボディコンのシャツを毎週もうショッキングピンクにしてみたりとかそういう時代のそういう服専門のお店とかが渋谷とか行くといっぱいあるわけですよ。で行くと大体あれどっかで見た顔みたいななんかお店出てから行くとこもずっと一緒みたいな。でも途中 中、あの、うん、渋谷とかの、うん、あのトイレとかで気があるわけですよ。うん、あ、そうなんですか。だって、家をその格好で、私出てきたら、もう。 感動もんでしたから。そう、そう。その上にコートをはお、羽織ったりとか、なんかイメージ的には。夏とかは無理じゃないですか。だから夏は普通に T シャツジーパンで。じゃあ、ね、っ友達と遊んでくる飲み会って出かけ。はい、で、もうロッカーに、こういうロッカーに預けて。で、着替えて、メイクバッチリ。で、大抵こう。 駅のトイレって電気がちょっと暗いじゃないですかだからもう出てくるとすいお化けみたなな顔ってで暗くて見えないからアイシャドウとか紫を何度も何度も塗っで出てくると友達とかに大笑いされてもうなんかもうすごいすんごい顔になって。 ででもそのまま行行くくわけすよんだハロウィンも毎週ハロウィンみたいな。それでしないと、もうね、やっぱり目立たない。クイーンになれない。目立つ。目立つ。クイーンになるのがみんなのあれなんだ。ただ、あそうなんだ。ただ、踊って楽しむって話じゃなくて。違うんです。で、当時はそれでお立ち台とかでスカウトされるわけですよ。はあ、スカウト KGA とかキャンキャンのモデルとかレースクイーンとか。 だからオーディションの場みたいなこともあるんですよ。そうなんですか。だからもうね化け物みたいな顔してるくせに、一生懸命踊るわけ、一生懸命こうそれらしい人が、当時名刺交換ってすっごい流行ったんで、もうあの例えばもう本当に合コンの場みたい、ぐわってこう男性とかも、もうこれ糸中とか俺れノリノリ、ぐってこう名刺交換、でも女子はそれをもらって、もう身構く場ね。 っていう感じで、こ<ー>れはもう知らない世界でした。僕はそういう世界があったんですね。すねそこでも就職が決まっちゃうことかもいますしたもんね。<ー>んなるほどね。本当目立たないとダメなの、ね。目立たないと意味がない。<ー>もうそのために行ってもうはっちゃけてっていう感じで。 でもそれを自分たちではその当時はバブルっていう言葉で思っていないから言われてああそういう時代だったんだって思うけどうううで,うでも確かにクレイジーだったかもしれない。<laughs> だって大学生とかが、ねはい、もう満件払ってタクシーバンバン乗ってでで <laughs> 今だとだから、よかったのかああ、はい、どうだったのか。はいはい、ね な何とも言えないけど、いいとか悪いとかじゃなくて、楽しんだんですね。楽しんだです楽しみすぎちゃったから、ちょっと燃え尽き症候群。いやそんなことないです。私は長いです。なんなんでさ燃え尽き症候群とかあるんですか？いやありますね。遊びすぎちゃうとね。もうなんかだからそれからトーンと三十代四十代とか全くもうクラブとか興味がなくなって、そしたらつい最近つい最近でもあるけど。 久しぶりにあのクローズしてたマハラジャがまた六本木に復活してすごい懐かしいで行っちゃったんです行っちゃったんですね。祭りのあが長かった分また祭りが再開しちゃったんで。やばい。でまたその当時 DJ やってた方たちも一緒に歳を取ってってるからみんな大体年代が一緒なんですよ。はいはいはい。 だからかけてくれる曲とかも当時の曲をぐんぐんかけてくれる懐かしい曲ねもうねすごいあもうタイムスリップしたような感じアスリーデン・デン・マイとかマイケル・ジャクソンとかティナ・ターナとかぐんぐんかけてくれるんでもうアバとかもかかるからアバって懐かしいなアバってアスリーデンとかかかっちゃうからすごいですよだからねまた最近ちょっと火がついてありゃ ちょっとまたね通い始めてるんですけど通ってるんかいいやいやこれ通ってるんかいいことかもしれませんよはいいことなんですいいことだと思います分か耐えるっていうのはいいですねすすごい運動量ですよあの一緒に汗かいたらあの古き良き思い出で終わらせないっつのがマッキーさんのいいところですねまだやれるみたいなそれをいいところにするのが北西さんのいいところそうそうそう 多分あの帰りはあのユンケルとかガブノみみたいな感じだと思うんですけど。まだ,けま, <laughs> まだまだ行けますよ。えーね、これからの四十代五十代。はい。 もう60代の人たちも今すっごい元気だからちょっと40代頑張れって感じな反対に40代頑張れっていう40代は元気ないんだはいみんな疲れちゃってる疲れちゃってる時期なんですね東京のサラリーマンとかぐったりちょうどもう住宅ローンとか大変な時期ね子育ての熟題大変な時期だからきらびやかな世界からいきなり現実だ でもそうなんですよ世間は世間は普通にね僕自分の年代を考えた時にみんな普通普通にもこの年代だと部長とか社長とかそうですねそういうそういうとこにいるかもしれない年ですよねでね子育ても終わって孫孫さっていう話と年代なんですよ友達にね一回笑われて気づきましたね僕えどういうふうにですか いや自分の夢を話したことがあるんですよ。笑われて、<え>お前、すごいなって言われて、二十歳みたいだなって、うちらの年代ってもうこんななんだけどって言われたときに。<ー>ちょっと抱えるもんがちょっと現実的にちょっと重いのがあ,る、うん、あでも、うん、あの友達のほうから気づいたんですよ。うんうんうん 今叶えなきゃと思って。ずっと二十歳の時から、いつかはこんなことしたい。いつかはこんなことしたい。いつかはっていうのはね、二十年、三十年経っても、来ませんでしたね。いつかってないんですよね。はい、今なんですね。はい、今です。らそうですね。いつまでいつかって言うのって言われた。そう。 もうだって、それが今度どんどん叶ってくるんですよね。もうね、思ったら。思ったら叶います。そう、そうですよね。思わなくても叶いますよ、も思わなくても叶うっていうのもすごいですよね。思わなくて叶うっていうのは、これ。面白い。すごいな。叶ってから。あ、そう、そう、俺、これ欲しかったっていうのは、後から気づく。うわ、それ楽しいですね。 それ楽しい楽しいでしょ、思ったからかなったとかじゃなくて、そこだとちょっと大げさになっちゃうね、あとから、ああ、思ってた、俺、これ欲しいと思ってたみたいな、ああ、俺、こんなことやりたいと思ってた、そういえばっていう、ああ、そっか、そっか、いい時代になりましたね、バブルの時も良かったかもしれませんが、なんでそこに行くの、今、ばっさや、着られてない、切られてない CM 行きたいだけなんです、そうみたいな。 はいそれでは cm ですそこブーバーかーそうですね今の僕たちの年齢ってそういうところのポジションにいますよね一番そうなんかおつかれさんですよねそれその話いやでも最近までそうだったでしょうそうその立場にいたじゃないそれに潰れちゃった母をね指導する立場だったでしょそうなんですよ 経験してるんですよね。苦しいしかなかったですね。<ー><ー>反対にだから、もう飛び出しちゃいないよっていうのを、実は発信したいっていうのも、実はありまして。この間以上でします、ね。<急>まだですね。まだなんだ。本の CM もしましょうね。うん、あ、ありがとうございます。これっとこれっと。うん。はい、うん、分前。そう。

よくラジオやるのはいいんですけど自分たちの宣伝全然やってなかったっていうのに途中で気づくんですよ。それでせっかくなんで「私は」を絶賛発売中みたいなの書いてる人がやってもらったらもっといいかもみたいな感じで昨日マッキーさんをお迎えに行く前に戸田書店に行ってきまして戸田書店ってがっつり。 やっててくれますねありがたいですね。置いてもらう書店もどんどんと行っていただければ。1月で契約切れたんで契約切れたっていうか。本屋さんに。本屋さん。本屋さんはその富士城の戸田書店。戸田書店とあと那覇の純久堂さん。二店舗だけですね。ああの他の書店はないないです。あ じゃあ、行きましょう。<laughs> 置いてもらえるように、<laughs> うん、もう、はい、沖縄県内で書店で聞いている方、ぜひこの私青、ね。書店でね、注文したら、取り寄せてくれるみたいです、ねあ。そんな感じで、はい,は,いは,いはい、おいてはいないということです、ね。あ、置いてはいないんですか。でも、これ、ガンガン売れてますよね。売れてますね。はい,はい。うんうん、はい。はい。 この前もですね、ちょっと十冊ぐらい持ってきてっていうので、あのヤンバル持ってった時にですね、あっという間に完売でした。はい、もっと持ってきゃよかったなみたいな。実はあの表に見えてないんですけど、欲しがっている人実はいっぱいいるんで、あ、そうですか。実はみっちゃんさんもうちょっとアグレッシブにあのサッカーの選手で、あの攻撃的にこうガンガンとこれサッカー用語じゃなかったですか？サッカーでそんな難しい言葉使う暇ないです。あれ使ってなかったかな。ガンガン。 見ましょう攻めましょうはいはい隠れファンが多いです多いですよ実は隠れてるの隠れないで皆さん隠れちゃいやいや隠れてるのこう引きずり出すみたいな感じの大きさとなんかこうちょっと可愛いんですよねこの大きさがあ本とても私は王の大きさがはい 手のひらサイズなんですよ。ああ本当に。<ー>すごい、はい、女性のバッグなんかにスーと入れて、そう,そうですそうですそうです。こ、うん、うやって電車の中でこう,うパッと読めたりとか、で本当にこうすなんかこうパーって本当にこうすぐ読んでだいたいあ。 ほうほうほうのほうほうほうのほうほうほう最後までほうって言ってよく終わりますね。って言って最後のみっちゃんさんの何でしたっけ自己紹介みたいなとこ見てまたおおおおおおおってなんだうわかりました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 受け狙いなんだけど。あそうなんですかあれ受け狙ってたんですかそうですよ。い。と��あげて。 帰ってくるつもりが白旗上げて帰ってきたって,書いて。<laughs> プロフィールに。白旗, <laughs> 白旗だった。ですか。あ一年で降参しました,た。今回、うん、の人のプロフィールって、なんか結構ほら、こういうふうにすごいなんか優秀ですよね。独特、うん、大学とかか。そうそうそう、書いてあるのが多い中で、なんかこうみっちゃんさんの見た時に、おお、お。おお お、お、わかる、私も経験あるよ。あ、私今、まあ、水中、そうだぞみたいな。もう、なんか、そこの、自己アピールのとこだけで、なんかもう、ね。ありのまんま。そう、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 なんかもう、語られてる。そう、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 そう。すごい面白い。年表、年表書いてあって、自分の。歴史の、歴史の教科書みたいな。年表でしょみたいな。何、年、何月、何日みたいな。私、もっと、もっと細かく知りたいです。なんかもっと細かいんですけど、これ、ページ上の符号で、半分に減らしたんですよ。これでも、半分に。あ、そうなの。 入らなかったこれブログにはね、ブログ、ブログ笑いますよ、自分でブログにこの経歴、これ載せてたかな、どっか載せてるんだけど、ブログどこ検索すれば出てきますかうああ、これ今いれ今振ってんのに、ここでこう答えてほしかったのに、琉球コーヒーかなんかで検索してもらったら入れますよね。ああ、なるほどね。なんだろうね。ブログだと 自分で運気は変えるコツ、うん、自分をいミスターミッチャンで調べたら全部出てきますよ。ミス,ミ,ミスターミッチャンで検索してもらえうん。うん、ミスターダメですね。ミッチャンって多いんで。ああなるほど。そっかそっかそうか、ん。はい。

いろんな本結構五次元をぐりぐりえぐったようなブログがいっぱい入ってますので実はあの私を読んだ後と見てもらうと余計深みが増すっていうかあるんで、うんうん、だからもう引きずり出せ引きずり出せ <laughs> みんな隠れてないで出てこうみたいなあれ違う意味で天の岩戸なんで早く、うん。 もう何天の岩戸てなります手塚らの御子塔がガーッと開けて天照引き出すみたいな感じのそういうのではい、ちょっと開けないと出てこないみたいなのをちょっと言いたかったんですよなるほど引きこもってるわけね皆さんそうなんですよ出てこい早くみたいな感じでもう5次元なったよみたいなのを言いたかったんでだから今日この本ぜひやんなきゃっていうので出る前本当にこうこの本はねもうすごいですよこの本の 次の本書いてるんですけど、次の本の宣伝になりますね。のすごいんですよ。次の本がすごいんですよ。これまだシークレットですから、まだ言えませんけど。もう今書いてる本のおかげで分かりました。この本は僕が書いてないですね。ああ、かかされてますか。かかされてますね。この本は三日で書いたんですけど、今もう昨日で仕上がった。そう。またね新しく指令が出て、でも今回はねあの優しかったんですよ。タンポポ。 しかよかったですね。うんうん、もう二週間って言ったら二週間もあれは負けるなーと思ったらなんかこれ三日だったって話からじゃあ一週間だなってっ半分減ってああ減ったみたいな三 <laughs> <あ>半分ですよね <laughs>。は一、い、週間一週,週間でも十分ですよってまあまあ十分でねだひ日に多くういことにね、はい、もう。

自動書記みたいいな自分の意識でちゃんと書いてるんだけど書いた後からびっくりするんですよ「こんなこと書いていいの俺」みたいなああはいはいはいあ楽しい早く読みたいですね俺が書いたっていうと絶対無理無理無理っていうようなはい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 ここはそこはここはもうなんかなんて言うんですかこれなんて言うんですかいや俺がじゃないよって書かされたって言わないと。 書ききれない、です何の権限があってお前にそんなこと言うねあれがあるかっていうようなすごいところを突っ込んでますね。でもやっぱりそこの本を読む前にやっぱ私はを読んでもらってこれ本当に基本中の基本の本なんであのなんなん三部作三部作の第一一巻っていうのがありますね。私はを次次の本が目の魔力って書くつもりだったんですけど目の魔力はこれ単なる第一章に過ぎなくて私はを 目は神って続づてあー,ーうううこれもう、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 いっちゃった、行っちゃった。ちょっとっちゃった。す,よすごいですよ、怖いです。自分にも怖いです。書いて出版社どっか逃げますどどこ逃げますか <laughs> 山。<laughs> 山,いや <laughs> 山にこもって。<laughs> すぐ見つかっちゃう。<laughs> そんな感じのでもう時代がそういうふうに動いてるから多分タイミングよく出てきてると思うのでみんなもみんなこのままじゃって思っててる人いっぱいいるんですけどどうしたらいいのっていうのでこの本読みたがったりとかここに答えがあるとかなっているのでだから書店に行って置いてなかったらそのまま諦めちゃう人多いんですよね。違いいますよってうので あのメールください、メール、三つブ7、アットマーク、アイドット、ソフトバンク、長い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 、もっとミスターみっちゃんでブログ入ってもらって、そこでコメントを入れてもらったりとか、あとフェイスブックなんかもね、やってますんで、そこでなんか、この本、手に入れたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな感じとかやったら、もういっぱい出てきますよ。 あ、そういう感じでまたまたエンディング流れてしまってきてますけど、そうなんだ。これこれ<え>僕の方も、これね、これもうですね、これいがメインですよ。これ,れ <laughs> これこれ,これもえーっとですね、チ、えー道つトークライブ in 沖縄ということで、チー地道つさんという方があの4月3日にですね、あの湯井の町に来ます19時から21時の。 えー、公園でですね、えー、前より県ご次元研究所、ご次元農園の方でも受けておりますので、うん、聞いてみたいなとかあの、会ってみたいな、小さにっていう方は、ですねどしどし農園の方に来ていただいてもチケットがありますし、うん、まずは、ですね僕、ここまで押すのっていうのは、とりあえず、うん、あの見た目ですね、本当になんか、チンピラみたいに見えるんですけど、うん、あの会ってみてください、うん、愛の人です。で、どう感じるかっていうのは、やっぱりその人それぞれなんですけど。うんうん まず僕が言うよりかまず会ってから決めても遅くないんじゃないかっていうので,うで、ね、こういういうに呼びかけさせてもらってますのでぜぜひぜひ前よりい <laughs> ありますので <laughs> 来てください。<laughs> ということで、はい、いろいろと今日もですね、いろいろとお話、バブルの話から、フラの話から、聖子ちゃんカットの話からありましたけど、今日はちょっと昭和でみたいな感じですね、昭昭和和で。で。でいいすね。年が近い分、どうしてもこういう話になっちゃいましたけど。

こんな感じで今日は良かったですかね <laughs>。はい、楽しかったです。はい、マグネさんも本当にも千葉から来ておはようございます。たました <laughs> これ何分までなの？<laughs> あ、もう。

の方はですねこういう感じで、えー、お届けしましたけどまた来週もですねこんな感じであの「ゆんたくはんたく」の番組なんで出たいなっていう人はどんどん来てください。また聞いてね